わっしょい、はい、下町探偵団源さんです。今日は隅田川のほとり、江東区のあたりをずっと隅田川沿いに歩いてみるのだ。厳密に言うと、もうここはちょっと若干墨田区なんだけど、まあ、多分これは区が管理してるのかね。そこが立川、立川の手前まではテラスがあるんだけど、そこから先はテラスないのだ。多分墨田区は、あ、でもそんなことないな、墨田区はちょっと作るつもりがないのかな。まあ、もっともこの川沿いのずっと北の方行って、墨田区もなんだ、あそこまで行くと、京葉道路越えるとテラスあるけどね。まあここら辺はちょっとこれから作ります的なことなのかね。でちょっとね、しばらくここら辺を歩いてみるのだ。ちなみに今時刻は夜中の2時くらいかな。なんかさまあ想像はしてたんだけど、何にも見えないね。これね、肉眼ではね、もうちょっと見えるんだよ。だからなんかビデオにしちゃうと全く見えないね、この道が。まあ周りの高速道路とか、対岸のライトとかでなんとなく、川っぷりっていうのはわかるかもしれないけど、これもさ、テラスなんだけど、テラスの塀じゃねえや、ガードレールじゃないや、なんだ、塀でいいのか、ちょっと触ってみたんだけど、全然真っ暗で何だか分かんないね。ここもね、あずま屋みたいになっててね、ベンチがあるんだけど、何も分かんないね。でわしがなぜこの真夜中にここを歩いてるかというと、まあ川っぺりってのは経てして、物騒って言い方がいいかな。だから人寂しいとこだったりするわけだ。で港とか、こういう川っぺりでも昔からよく事件というか殺人とかね、そういうのが来たりするのだ。要はちょっと不気味で怖いとこっていうイメージがあって、隅田川はまあ有名な川ではあるけれど、川っぺりでここを夜中に一人で歩くとどんなもんなのか、ちょっと怖いかな、なんか事件に巻き込まれるかな、巻き込まれたかないんだけど、そういう意味合いの、散策。まあ、一言で言うと肝試しをやってみようかということなのだ。まあ、夏だしね。でもうちょっとね、ライトがねついてるかと思ったんだけど、まあ、逆にライトがない方が真っ暗で怖くていいかなとは思ってるんだが、本当にあれはね、ここら辺は全くないね。対岸はもうちょっとライトがあるように見えるけど、これ見ててもわしがどこ歩いてるか全く分かんないでしょ。住所で言うと多分一番最初出始めたところが墨田区千歳、ここが江東区に入って江東区新大橋1丁目あたりじゃないかな。真ん前にうっすらと見えるかな、新大橋。新大橋もね、結構最近は遅くまでライトアップしてんだけど、さすがに夜中の2時じゃライトアップはしてないのだ。さあ、怖いかな、ちょっと怖いかな。肝試しだからね、お化け出てくるとね、ま
ま出てきてほしくないんだけど、そういうのあんま好きじゃないんで。でもまあちょっとこういうのも、何でもやるぜ下町探偵団的には、ちょっとこういうのもやってみようかなということなのだ。でもさ、さっきも言ったけど、川っぺりとか港で人が死んでとかって話したけど、ここね、江戸時代まさに港だったんです。畑丸って船がね、江戸幕府の軍港が、軍港、軍の港で、ここに畑丸という、軍艦でいいのかな、あの戦うための船が停泊してたんで、だから結構ここね港なんで、ちょっと寂しいとこで人がなんかいろいろあって、でここら辺からお墓が出てきたとかっていう話もあってもおかしくないかな的な感じなのだ。あれもなんか実際どっかここら辺の人で掘り起こしたら墓が出てきたって話を誰かしてたような気がしたな。まあいいや。まあでもここは隅田川ね、昔から土左衛門とかいろんな遺体なんかが流れて佃あたりまで流れ着くみたいな、よくそういう話はあるから、今さらで、お、故障か、大丈夫か、故障によってさらに緊迫感が増すのであったなんてね。はてな、でもなんか幽霊よりも人のは怖いね。こういうとこ歩いててなんか変なヤンキーみたいなやからいて、うう、こっちは何やってんだよとか言われたりなんかして、そんな絡まると嫌だね。こっちの方が怖いかな。あと意外とおまわりさん、おまわりさんしつこいからね、意外と。そうだよね、こんな中に何やってんだよ、怪しいやつだって感じにはなるわね。あ、ちょっとこの辺からライトアップされてるぞ。ちょっと綺麗だね。どうしようかな、どこまで歩こうかな。今わかんねえかな、信号橋渡って、これいいね、なんだろう、綺麗で、まあ、本当に夜中に人が通ってもちょっとこういうのはちょっとあるだけでもやっぱり、まあ、感じるし安心感っていうかな、出るよね。でもさすがに誰もいないね、あの先が清洲橋なんだけど、清洲橋、あ、そうか、清洲橋ちゃんと工事終わってないのか。まあ工事が完璧に終わればあそこも9時ぐらいまでライトアップされて綺麗になるんだけどね。9時、そうだな、やっぱ9時なんだろうな、9時ぐらいまでは結構人がね歩いてる、ここら辺。あとジョギングとか、ちょっと酔いざましにここら辺歩いてるとか、健康のために一駅手前で降りて歩いてるとか、そんな人はね多いよ。誰もいなくて気持ちいいっちゃ気持ちいいかな。あ、全
然見えないね。あの松尾芭蕉の句碑が。あった。いくつかあるんだよな、ここの通りにな。うん。そういうのがあったりとか。お、人が来たぞ。人来るね。なんだろう。変な人じゃなくていいけどな。うん。お年寄り、ご夫婦。夜の散歩かな。うん、二人いるとちょっと怖くないかな。うん。でもなんかお散歩するよね。健康のために。走るのはちょっと大変だから歩きましょう的な。うん。だけど時間ないと、ねえ、こういう時間になっちゃうのかね。いいみたいよ、ご夫婦で朝とか昼ってか夜だな、朝とか夜とか静かな時間にお散歩するのはなんか会話も増えるしね、うん、お見えてきたんだけど全然なんだびっくりだ、お動物と猫だった。全然あれだね、清洲橋真っ暗でわかるか、わかんないね、やっぱね、肉眼だとわかるけどね、うん、そうか、こんな感じか。でも一人で歩いたらちょっと怖いかな。真面目に肝試したりかやってみようかな。うん。あ、いて。街は寝ているね、静かだね。高速道路を走る車の音しか聞こえないもんね。うん。どうしようかな。まあ、うなぎ屋のとこ。万年橋で一回落ちそう。地上というか陸地に上がらなきゃいけないんで、万年橋あたりでやめときましょうかね、今日は。うん。まあ、正直、これ以上見ても面白いかなって気もわしはするしね。うん、でもやっぱ景色いいっちゃいいよな。あっち側なんかさ、壁がちょっとライトアップされてて、あ、これもカメラじゃわかんないかな。わかりづらいけど、わかんないこともないか。うん。壁がね、お、びっくりした。人がいた。あ、釣りか。釣りだ。夜釣り。やっぱちょっとびっくりするな、はあ、怖いというのは言い過ぎかもしれないけど、夜釣りをしてる人がいたよ。逆にあの人は怖くないのかな、うん、全開じゃないけど、まあ半分ぐらいライトつくんだね、万年橋は。うん。じゃあ万年橋のところへ上がって今日のとこは終わりにするかな。でもなんかね、うん、さっきも言ったけどちょっと
真面目に肝試したいかやったら面白いかもしれない。でもっと言うと、隅田川にはもうちょっとディープな場所があるんで、そこら辺本当に夜中歩いたら本当に怖いかもしれない。じゃあ万年場所最後に今日のとこはおしまい。これでいいのだ。